はい、皆さんこんにちは、レック専任講師の後藤でございます。今日はですね、この厳しい、コロナの問題に、皆さん方日々立ち向かっていただいていると思うんですけれども、まあ、受験生の方に、まあ、コロナ対策の応援のメッセージということで、お話をさせていただきます。まあ、長いお話はしませんので、まあ、ここ、ちょっと一月ほどですね、いろんな、まあ、受験生の方からのお話を聞いたり、まあ、通学講座は今ストップしてますので、あるいはメールを受けたりというような形で、まあ、いろんな苦難の中においてしっかりと勉強している方がたくさんいらっしゃるなということで、改めて敬意を表しておきたいというふうに思います。で、基本的にお話したいことは5つほどあるんですけれども、やっぱり体が一番だと思います。体なくして頭はありませんので、まあ、そういう意味でも、まあ、一番大事なのはウイルスから遠ざかることということで、まあ、基本的にはステイホームの考え方ですよね。これをしっかりとっていただきたいということです。で、まあ、中にはね、それはできないということで、まあ、通常通り仕事をやられている方もいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、いずれにしても、まあ、いわゆるこのウイルス、感染のないように十分に気をつけていただきたいなと。実は私、まあ、マスクっていうのはあんまり好きじゃないんですけれども、今はしてませんけどね、ずっとするようにして、まあ、ね、それじゃなくてもちょっと人相が悪いんですけれども、まあ、なんとか、ね、できるだけ、ウイルスから遠ざかるようにはして、おります。はい、で、そのあれですね、ただステイホームっていうふうに、こううまく対応したとしても、やっぱりあんまり家の中だけでいると体調が良くなくなりますよね。これも結構大事で、精神的なバランスと同時にやっぱり体がなまっちゃうということもあったりしましてですね、まあ結構家で飲んじゃったりするというようなこともあるかもしれません。まあ、適度な運動ですよね。ぜひこれをやって、体調も維持していっていただきたい。このバランス取るのっていうのはなかなか難しいかなとは思うんですけどね。私はもともとちょっと、あれですよね、糖尿の件があって、ウォーキングをそのお医者さんから勧められて、ずっとやってるんですけども、まあ、今ももう当然続けてるんですが、やっぱり目立ちますね、皆さん方ね。結構近くにいい公園があって、その入場禁止にはなってないんで、結構、私の前結構そこそこの早足で行くんですけど、でその近くにスーパーがあって、ここは食料品なんで空いてるんでね、で女房に言われて、毎日行くんだったらこれとこれを毎日買ってきてくれっていうふうに言われて、バックパッキングで、買ってます。でやっぱり帰りそこそこの荷物を背負って少し早足で、歩いてると、ちょっと汗ばんできて、でいい感じになりますね。夜もよく眠れますし、ぜひ皆さん方もですね、何らかの形の体を動かすというところを、まあ、ぜひやっていただいて、もちろんあまり人混みのところに行かないような、ところで、まあ、続けていっていただきたいというふうに思います。で基本的には出かけられないという状況の中で、これある意味では逆境なんですけども、それを逆手にとって、まあ、受験生、にとってはチャンスだというふうに捉えて、過ごしてほしいんですよね。まあ、こういう時こそチャンスなんだ、
というような発想の転換をぜひやっていただきたいと。でそのため の具体的な留意点というのは5ポイントほどありますので、簡単にだけお話をしておこうかなと。でまず第1点、受験申し込みしましたか。5月8日までです。バタバタしててまだしてないんだっていう方いらっしゃったら、やはりすぐやってくださいね。これ案外ね、何かあった前にバーンと忘れてしまうこともあるんで、必ずもうすぐやってない方は着手してください。で特に科目合格を狙う方にとっては、いわゆる保険科目ですよね、なんていうんですか、得意科目を免除なんだけれども1科目とか2科目入れておくというパターンですね。だから、これについては十分な判断をしてですね、ぜひこの、いわゆる強み科目を、貯金科目として、1、2科目入れるという判断というのをね、まあ、ぜひしっかり考えて、で5月8日まで、申し込みをやっていただきたい。で、実はレックで、私この間ステップアップ模試の活用というような形で収録をさせていただきました。でそこの中にはこの科目受験のいわゆるあれですよね、受験戦略の SWOT という話をしたんですけれども、まあ、強み弱み科目の判断、それから、科目合格の推移、数年の流れを追うと、この科目は案外科目不合格ってないよ、結構苦手であっても取れる可能性はあるなんていう形で、まあ、これをオポチュニティとかスレッドという形でやって、で特に SW の判断というのは少し客観的にしなきゃいけないから、過去で自分で苦手だと思ってても案外相対的に見ると強みに位置づけられるというようなこともあるよというような、こういった話を収録させていただきましたんで、これはぜひ見れると思いますから、ぜひ見ていただいて、まあ、それでその科目受験の保険科目の選択っていうのを冷静に、まあ、やっていただきたいなというふうに思います。はい、だから2点目はこれはもうこれは多分、昨日かな、全国で緊急の宣言が出ましたから、まあ、どの地方でも基本的には通学講座っていうのは今ストップかかってると思うんですけれども、ですからウェブや DVD による受講ということになりますが、これはですね、ある意味では日程的にとらわれずに自分で自分の自主的な計画でもってコントロールできるはずですんで、ウェブや DVD の受講というのはね。だから、これを積極的にこの際ですから、今までは比較的多列的にレックの、講義プログラムに乗っこって、やってた、わけなんですけれども、そうじゃなくって、ここだからこそ自分の SWOT の下で、ポートフォリオを組んで、でどの科目で何点取るという目標をしっかりと約2ヶ月3ヶ月の学習プランを立てて、実行していくというね、中小企業診断士というのはこういうプランドゥーシーを、指導する立場、支援する立場なわけですから、自分のプランドゥーシーちゃんと作れないとダメですよね。こそ、この不確実性の高い状況の中で、ある意味でのコンテンジェンシープラン的な立て方っていうのをしっかりやっていただきたいというふうに思います。で、こういった学習計画の立て方についても、先ほどの収録で喋ってますんで、ぜひ、それも参考にして、で、まあ、しっかりと学習計画を作って臨んでいただきたいというふうに思います。でこういったウェブや DVD に関してですけれども、まあ、実は今日も、今期の、その学習プログラムの収録を、別室でしてたんですけれども、
まあ、この状況の中でもですね、レックのこういう収録スタッフだとかは出てきていただいて、結構リスク高いと思うんですけどね、収録ししっかりと教材作っていっていただいてますんで、で我々もね、まあまあそういう何ていうか熱意にほたされてではないんですけど、やんなきゃいけないわけで、当然こうやって収録をしてますんで、教材に関してはいわゆる何ていうのかな、品質的に全然問題なく、きちっと作っておりますから、そういう教材を信頼して、自分の計画の中でやっていっていただきたいというふうに思います。から3点目は、じゃあ自宅学習になっていった時のやっぱり学習環境の確保ということなんですよね。おいで、まあ若い方の中にはカフェ行ったり図書館行ったりっていう形で家で落ち着かないから、といったような形でそういうのを使われる方は多いんですけど、全て休業してますよね。でその中ではね、やっぱり家庭でやらざるを得ないということで、まあ、今まで物置に使ってたところを整理して机を置いたという方がいて、妙に落ち着くとか言ったような方もいらっしゃいましたですけれどもね、はい、面白いなと思いました、はい、まあそこまではいかなくてもですね、ぜひ自分の学習環境というのを作って、でその際ね、やっぱり一番大事なのは家族の理解だと思いますよ、うん、こういう時こそですね、まあ、家族の絆っていうのを大事にして、で俺は受験生なんだから優位に立たなきゃいけないみたいなね、そんなこと言わないで、やっぱりやるべきことはやって、そして許された、時間などを使って家族の負担が少なくなるように、まあ、学習時間を取ってやっていただきたいなと。だからある意味では、実は私の今家にも孫が2人小学校低学年と保育園なんですけどね、来てて、まあ仕事場にも家の仕事場に、入ってくるんでね、結構大変なんですけれどもちょっとしっかりと、ここはダメだよっていうような話をしたら納得してくれましたし、うん、まあ、女房はブーブー言ってましたですけど で、まあでも仕事の大事さっていうのを背中で見せてあげるっていう意味ではやっぱりちょっと感じるものがあったらしくって、それ以降はちょっと入ってこないと、いう形でなんとか、そういう仕事環境を確保してるんですけれども、ぜひ皆さんもですね、そういうふうに、まあ、仕事環境をしっかりと確保できるように、工夫して、やってみていただきたいというふうに思います。はい、まあ、ここまでが大事で、これは一次性、二次性でも共通のやっぱり考え方だと思うんですけれども、四つ目のポイントはですね、特に一次性に対して、これはちょっと前にもいろんな災害があった時でも試験は実施されたわけですし、結構ね、山あり谷ありの状況がここ数年というか、十数年あったわけなんですが、都度ちょっとも一次の問題って、まあずっと私見てるんですけど、ちょっと面白いことに気がついてて、何かね、非常に不安定な環境変化があった都市の一次試験って、まあ、これは私直接今見てるのは企業経理論と運営管理と、まあ、あと財務と中小企業経営とかね、この辺りを見てるんですけれども、特に企業経理論なんかの場合ね、そういう非常に何か環境変化の大きかった年の後ってすごい基本的な問題が出るというね、改めてちょっと、いや、ごめんなさい、見てみたんですけど、多少言えるかなっていう感じはありますね、はい、まあ、そういう意味では一次性の方に対してはですね、基本的な問題と、ひいてはこれ過去問ということになるんですけれども、
をチェックする、もう一回チェックしてみるというところで、結構点の取れるチャンスっていうのが大きいんじゃないかな。あまり気をてらった問題っていうのは出すがそれほどなかった。何なんでしょうね、この辺はね。なんとなく心理的に分かるような気もするんですけれども、しっかりしたものを出したいみたいなねそういう気持ちが湧き起こるのかもしれませんけど、まあ一応ちょっと気がついたんで、まあ4つ目として、から5つ目はこれは2次の受験者にも言えることではあるんですけれども、多少家にこもって勉強してて行動が制約されると心がくじけそうになりますよね。で通学あればね、そういう意味で生徒さん同士のコミュニケーションがあったりとか講師との、対話があったりということで、まあ、僕のクラスなんかはもうそんなおしゃべりが大好きということであるんですけれども、これもできなくなって、でまあ今メール等でこう受講生同士がやり合ってるっていうのをちょっと見せてもらったりしてるんですけれども、一つはですね、こういう仲間がもしいたら受験生仲間同士でこのメールを使うなりして、やっぱり、会うとあれですけれども、会ってもね、こういういわゆる社会的距離を置きながら、でも2次のケーススタディの分析やるともう結構熱中しちゃって私もそうですけど唾飛んじゃったりしてね、危ないことになるんで、まあできるだけ、そういうメール等でですね、コミュニケーションし合う。でもちろん内容についてはそういう教材使って討論だとか過去問なんかを解いてみて、それで、まあ言い合うというね。で特に二次の場合、通学である討論なんかが自宅になりましたですからね、やっぱり、まあ、そういう意味ではディベート、まあ、私のクラスなんかでもやるディベートができないっていうようなこともあって、まあ、そのを何かでこう、補っていくような工夫っていうのは、まあ、ぜひ考えていただきたいし、でそれに対してできるだけ我々も支援すると、いうようなことで、まあ、いきたいなというふうには思います。で、一次の方についてはこのディベートだとかはないんで、で講師との対話っていう意味から言うと、教えてチューターとか のいわゆる手段を使ってですね、もちろん科目の内容についての質問ではありますけれども、講師は多分これは多くなるだろうということから比較的しっかりスタンバイしてますの で皆さんの心情をもんばかってあまり厳しい言い方はしないように僕はしようかなと思ってるんですけどね、まあ、勇気づけるような言葉も一言二言は入れられると思いますから、教えてチューターなんかをうまく使いながら、講師とのコミュニケーション、まあ、これを欠かさないで、やっていただけるとよろしいんじゃないかなというふうに思います。ということで、留意点5ポイントぐらい思いついたところですけれども、お話をしました。でこんな状況の中で診断試験は実施されるんだろうかという心配をお持ちだと思うんですけども、これは分かりません。分かりませんけど、まあ日本という国は、まあ、非常にこういう意味では上手な国なんじゃないだろうかなというふうに思いますよ。実際の感染者の数とかを見てもそうですけどね。でそういう意味で、7月の試験は実施されるんだということを信じてですね、きちっと学習準備というのをしておいていただければありがたいなというふうに思います。講師一同スタッフもそうですけど応援しておりますので頑張ってください。